まあ、尊敬、直近で超尊敬する人としては、ゆうこさんは同じ路線かなっていうふうに思ってます。ゆうこさんにどうやったらなれるんでしょうね。どうも、しゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、今日は僕は今、ガイアックスさんっていう会社に来てるんですけども、今日は面接とオフィス紹介をしていただくんですけども、こちらが、ガイアックスの事業部の山口さんです。はい、フィリップ事業部の山口です。よろしくお願いします。ということで、今、屋上にいるんですけども、今からオフィス案内をしていただけるということで、はい、お願いします。ありがとうございます。自分たちのオフィス、自分たちだけで持ってるともったいないと思っていて、あと、人と人とをつなげて、社会課題を解決していこうと思って、でみんな使ってほしいと思って、はい、あの開いている状態で、あ、じゃあ誰でも僕みたいな人が使ってもいいっていうこと。そうなんです。フェイスブックチェックインしていただければ、はい、Wi-Fi もありますし、フリーコーヒーもあるんで、ぜひ遊びに来てください。マジで行きます。ハイアックスのイオ放送、これも持っているのでよかったらもらってください。はい、ありがとうございます。じゃあこちらがわイベントスペースです。はい、でキッズルームがあったり、まあ、イベントがないときは、トマトのサービスやりとりに、コミュニティスペースになってます。はい、おしゃれだな。結構あの、みんな自由に。めっちゃ広い。これ何人収容できるんですか？200人収容。わ、すごい。他のオフとかも合わせると全部で250名まで。わ、すごい。めっちゃおしゃれ。ここもイベントスペースです。でイベントがないときはこんな感じで、皆さんに自由に使う。冷蔵庫とかも入って、はい、ここでケータリング出したりもできます。じゃあ2階です。ここがガイアックスミニラウンジ、どなたでも使えるようにしてみました。ここで社員も働いてますし、社員じゃないメンバーというところもあのチップインとなって働いてます。マッサージルームがあったり、マッサージルームなんてあるんだ。ごめんなさい。社員がメンバーで、靴磨きを好きな子がいて、それがその子がのコーナーですね。磨ける。常に新しい人が入っていたらすぐに。いいなぁ。シェアオフィス的な要素も。バイト中だけど、いいや。久しぶりにこんな栄養がありそうなもの食べて、めっちゃ美味しそうなんやけど、栄養満点ですね、これ。これは結構大学社員も食生活見直す気になったっていう人も結構。いただきます。立ってます。ではいただきます。うん、ハクハクだ。油もなんかギトギトしてないというか、サクサクでマジで美味しい。久しぶりにこんなアジフライ食べた。はい、ということで、ガイアックさんなんかの一部を見せていただいたんですけども、これから面接をしてくださるということで、山口さんとは別の人事の方が面接をしてくださるんですけども、それが受かったらというか、二次面接で、山口さんもしていただけるということで、またよろしくお願いします。お待ちしてます。はい、ありがとうございます。ということで、では面接の画面に切り替わります。はい、ということでですね、今日はガイアックさんの面接を受けさせていただくということで、実際に採用担当のこちら中谷さんに、今日は面接を、ガチ面接をさせていただきます。よろしくお願いします。します。はい、ガイアックス採用マネージャーやっております、中谷匠と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、では実際に面接をお願いします。はい、わかりました。はい、こんな感じで始まるんですね。はい、普段そのガイアックさんの面接というか、はい、採用のフローとして、なんか結構フランクな感じで1対1で、お話を聞きながら深掘りしていくっていう形が多いと聞いたんですけど。そうですね。そんなに別に質問項目とか決まっていなくて、はい、ここもぶっちゃけ全部言っちゃうと、はい、僕の役割って1人目か2人目とかで人事として出てくるんですけど、はい、あんまり公開してないんですけど、ガイアックスの人事面談フェーズみたいなのがあって、はい、次に事業部長面談フェーズみたいなのがあって、最後役員面談フェーズみたいなのがあって、はい、面談回数すら決まってないです。で、僕たちの役割はその人がもう大枠ガイアックスに合いそうかどうかとか、はい、うちで活躍しそうかどうかとか、合いそうな部署がありそうかどうかみたいな見極めなので、はい、僕はなんかその人がどういう方なのかっていう一番最初のレポートを作ったりとか、はい、その後の合いそうな部署とかのあたりをつける係なので、なるほど、一次面接っていう形で。そうですね、一次二次ではこれを完全に見極めるっていうよりは、もうその人をありのまま受け入れた上で判断する仕事になります。わかりました。はい、
で、実際に良かったら次回1時間後に、事業部の方と面接をさせていただけるということで。そうですね、はい、わかりました。もしよかったらです、はい、よろしくお願いします。いい決めなしで、はい。はい、じゃあ改めまして、今日は面談よろしくお願いします。よろしくお願いします。先に、はい、現段階でガイアックスのことってどれくらい分かってるか確認しておきたいんですけど、はい、今のところすでにガイアックスについて知ってることとか、もしくはイメージみたいなものって何かございますか？ガイアックスさんは一言で、何をしている会社っていうふうには、言いにくいなっていうふうに僕も思ってるんですけども、はい、一般的な企業ではない働き方というか、はいはい、社員全員が起業家みたいな働き方をしているイメージがあります。ありがとうございます、はい、で今の全然合ってる合ってないとかは全然どちらでもよくて、はい、イメージすり合わせのために聞いただけなんですけど、はい、まずガイアックスってどんな会社かっていうと、結構超ミッションドリブンというかビジョナリーにやってる会社で、ガイアックスがやりたいことって、ビジョンとしてはあるんですけど、事業としてはすごくいろいろありますと。でその事業も社長がトップダウンでいっぱい作ってるっていうよりは、会社のミッションビジョンにおいて必要だと思うとやるべきことを各社員が判断してやる、結果いろんな事業が持ってる。でそのミッションが何かっていうと、人と人をつなげるって言ってます。 Empowering the people to connect っていう、はい、人と人の頭の中、脳と脳とか心と心をつなぐみたいな感じです、うん。例えるなら、世の中いろんな問題があると思うんですけど、はい、IT の力で人と人の頭の中、心をつなぐことによって社会課題を解決するコミュニティみたいな感じです、うん。今活動していて、まだ数ヶ月とはいえ、めちゃめちゃインパクト出されてるじゃないですか。いえいえ、ありがとうございます。なんかそれをやっていく中で、はい、自分のなんか発揮されたなと思う才能をちょっと伺ってみたいと思ってて、はい、でいわゆる就活をしてると強みなんですかって聞かれるじゃないですか、はい、でそこで頑張って獲得した強みをエピソード付きで語られることが多いんですけど、はい、僕聞きたいのはそっちじゃなくて、他の人たちにはできなかったりやり方も分かんないけど自分は当たり前のようにやれる、うん、ここにおいては俺天才だなみたいな、うん、発揮された力って何かあったりしますか？発揮された力としてはやっぱ無神経さだなっていうふうに思いますで、一般的に無神経ってマイナスなイメージで使われることは、そうですよね、無とかついたらマイナスと、はい、まあ、もちろんマイナスな面もたくさんあるんですけども、はい、例えば人の気持ちをそこまで考えれなかったりとか、はい、あまり気にせずにやってしまうっていうマイナスの部分もあるんですけども、一方でやっぱり勇気を持って誰もやれない挑戦をやろうとしたりとか、結果にかかわらず何かを追いかけるっていうことは人よりも、やりやすい性格なのかなっていうふうには思ってて、でその上でなんか自分の弱みを出したりとか自分のできなさとか結果が出なかったところも全部晒していくっていう、あまりプライドがないので、その無神経さを今強みにして、一定の評価を得てるのかなっていうふうに思ってます。そうですね、それって YouTuber になる前から別のところで、はい、自分の才能というか、はい、無神経さが武器だって自覚されてましたか？いえ、全くしてなくて、 YouTube を始める中で例えばいろんな方から評価されるというコメント欄であったりとか、会う人とかに評価されるってことが日常的になってきた上で自分の自己が確立してきたっていう感じ。それは周りからのフィードバックの中で？そうですね、フィードバックを通じて自分自身でも考えてっていう繰り返しにおいて形成されてきました。すごいですね、なかなかちゃんとそこに目を向けれないですよね。そうですね、傷ついてた時とかすごい嫌になる時はたまにあったんですけども、最近はもう何言われても無感情というか気持ちいいなっていうふうに思っております。さっきアップライドナイトおっしゃってましたもんね。はい、なるほど。逆にこれもなんか頑張って克服した弱みとかじゃなくていいんですけど、はい、これに関しては自分はもう資質としてちょっとなかなか苦手だなっていうものというか、はい、もう用意スタートで始めた時に他よりもちょっと遅れちゃうなって思うのってあったりしますか？たくさんあるんですけども、一言で言うとマネジメント能力の欠如です。お、はい、というのもやっぱ細かいことが僕できないんですよね、はい、例えばなんですけども書類を書いたりとかいつまでに提出しなきゃいけないみたいな、まあ、社会人として一番大切なものが欠如しています。なのでそういう期限に間に合わせて細かい作業を書いて提出してっていうことが今も前も昔もできなかったので、はいはい、それが一番結構自分でやばいなというふうに思ってます。しかも絶対至るところでそういうものついてくるか結構辛いですよ。そうなんですよ、なんか叱るべき環境に行けばその苦手はちゃんと
うまくやれると思うので安心してください。わかりました。ありがとうございます。そうじゃない会社がまだまだ多いと思うんですけど。はい。現在は、そういうふうに YouTube の活動、仮面ローリン時代って YouTube やってきて、今 YouTube だと思うんですけど、ちょっと今度、過去、現在で聞いてきたので、未来の話について伺いたいなと思っていて、はい、さっきお話の中でもちょっと課題意識の話とかは出たんですけど、はい、これから先の人生について、で、就活生やってると、どうしても仕事とか、いわゆるキャリアみたいな話にフォーカスしてがちだと思うんですけど、それに限らず、個人の生活の話でも、どんなことでもいいので、今日より先とか、今年より先の未来について、今頭の中にあることを何でも自由にお話しいただいてもらえますか。はい、今後のキャリアプランとしては、最終的には、日本を代表する表現者になりたいなっていうふうに思ってます。今自分が思い描いてるその日本を代表する表現者に要素を兼ね備えた人に一番近いなと思う浮かぶ人ってどんな人ですか。何人かいて、はい、まあ、尊敬、直近で尊敬する人としては優子さんっていう、あ、はいはい、モテクリエイターの方がいるんですけど、は同じ路線かなっていうふうに思ってます。顔面は全然違うんですけど色は全然違うんですけど路線としては同じかな。なるほど、そういう感じでこうですね、はい、なんかアプローチの仕方も一つではなくて、はい、僕なんか最近の口癖、ユーコスになりたいってずっと言ってますもん。ユーコスにどうやったらなれるんでしょうね。ちょっと時間的にもごちごちですかね。はい、逆に質問です、ね、なんか聞いてみたいことがあれば、はい、会社のこと、業界のこと、キャリア的な話、僕個人のことでもなんか何でも聞いていただいて OK です。でルールとして、僕分かんなかったら即答で分かりませんって答えやっちゃいます。分かり嘘は絶対すみません、はい、だからまあ一旦何でも聞いてみていただいて大丈夫です。はい、分かりました。質問がいくつかあるんですけども、はい、そのなんか一番気になる質問は、はい、先ほどの永瀬さんのお話でガイアックスの社風として個人が自由に、働ける環境があるっていうふうなお話をおっしゃってたと思うんですけど、はいはい、その中で僕が仮に実際にガイアックスさんで働かせていただくっていう際に、自分の活動、 YouTube 活動であったりとか会社の事業を行いながらガイアックスさんに就職するっていうのが可能でしょうか。それは本当になんか本人にとってそれが最適なのかどうかっていうところももちろんあるし、その活動をしながらで働いてくださいっていう外部としても求めているポジションなり、その応援したい活動とうちの重なる部分があるかどうかっていうことになるかなと思っていて、はい、まあ、現に例えば起業家系の人でいうと、ガイアフクスに入社して自分の会社作って自分で事業をやりながらガイアフクスの社員みたいなことがあったり、僕自身も今副業で稼ぐことはやってはいないんですけど、ガイアフクス以外のところも含めてちゃんと活動してるコミュニティで20コミュニティぐらいずっと所属してたりして、まあ、そういう人って結構いるし、下の人もいろいろ副業やってる人ももちろんたくさんあります。企業が人を採用するのって3つの要素が揃った時かなって思っていて、はい、1個がタイミングが合った、もう1個がスキルが合う、もう1個がカルチャーが合うっていう3つ揃った時だと思っていて、カルチャーが合うっていうのがガイアックスの世界観とかやりたいこととか環境にシュン君が合うかどうかで、タイミングが合うは大学卒業してちょうど時間があるとか、あと例えば出産のタイミングとかでタイミングが合わないとか、今他にやりたいことあるからタイミングが合わないっていうタイミングのフィット、あとスキルのフィットっていうのが持ってる力とうちが求める仕事が合うかどうかとか、本人がちょっとスキルとは外れるんですけどやりたい領域とうちがやってる領域と合うかどうかみたいな3要素揃ったら採用されてると思うんですよね。はい、うちもはや3つ揃ってなくてもいいかなって思い始めていて、はい、ガイアックスってどこまでがガイアックスか超曖昧なんですよ。社員じゃなくてもオフィス使えるし、はい、業務委託とか時短勤務の人もたくさんいるし、他の会社と副業してる人もたくさんいるし、なんならみんな社長になる人たちは出ていくし、でも関係性は近いしみたいな、どんな企業は曖昧になってるので、だからどんな人でも一応ガイアックスって採用候補にはなりうると思ってるんですね。その中で、まあ、よりカルチャーが合う人とかは社員になった方がいいと思うし、そうじゃない人は別の関わり方かなっていうのも、そのなんかグラデーションだと思うんですよ。じゃあ僕からの質問は以上でなんですけども、はい、最終的に、今の1時間ぐらいの面接を通じて、はい、永瀬さんからフィードバックというかお話をいただけたら嬉しいなっていうふうに。わかりました。フィードバックはガイアックス採用担当としてしゅんくんをどう思ったかっていう評価でいいですか。はい、はい、じゃあとりあえず1時間ありがとうございました。ありがとうございました。まず、まあ、めちゃめちゃ素直にオープンに話していただいたじゃないですか、はい、それがすごく良かったなと思っていて、 ありがとうございます。なんか取り繕ってないというか、ちゃんとさらけ出
したくなさそうな部分をさらけ出して、うん、ちゃんと素直にありのままの自分だったのが、これ綺麗事でそういう学生はいい学生だとかじゃなくて、ガイアックスで活躍するには絶対必要な要素なんですよ、うん、うちってある意味全然ピラミッドじゃないので、はい、自分でオープンになって心の中頭の中さらけ出して、それで自分で人を巻き込んでいくってことができないと活躍しづらいので、そういう意味で苦手な部分とか思ってる部分とか、まあ、例えばだらしない部分とかそういうところも全部さらけ出して本当に思ってることを言えたっていうのは、うちにとってすごくカルチャーあるんじゃないかなって。 ありがとうございます。あとやっぱ主体性すごいですよね、過去のエピソード聞いてても、うん、本当に自らオープンになって周りも来たんで、主体的に自分の判断で自分の使命感で動かないといけないガイアックスにはすごく合うんじゃないかなと思いました。ありがとうございます。東映ちょっと また別の面談でも見極めさせてくださいっていう感じですね。はい、わかりました。逆に、はい、ごめんなさい、逆に気になったところで言うと、なんか僕の質問に対して僕が求めていた聞きたかった Q&A の A 以上のことをお話しいただくことがすごい多かったりして、なんか情報過多になることが多くて、確かに話しすぎや問いに対して答えてないなって思う部分が自分でもあったので気をつけますね。いやでも私の質問力不足の可能性もあるので、ありがとうございます。はい、そんなこともありました。はい、じゃあ次の面談進んでいただいて、はい、事業を実際にやっている採用担当じゃない人たちと面談していただければなと思います。わかりました。頑張ってください。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。